はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時を回りましたね。2月は11日、建国記念日の土曜日でございまして、はい、日が照ってるんでね、なんかほわっとしてますけども、この部屋の中今18度ですね。千代田区は12度だそうでございまして、ええやんという感じですね。もうちょっと、もうその雪なんかいらんねん、ほんまに。もうこれから春でね、もう2月も11日ですからね、立春を過ぎております。はい、もう春でいいと思いますけどね。行きましょう。日本経済新聞でございまして、編集員の清水、読めへんこういう読めへんね字にはね、名前っていうか振り方振ってほしいですね。無理読みすると清水伊佐屋さんですね。マイナス金利解除なら変動住宅ローン金利は上がるのかというニュース記事でございます。開けてしまいました。有料記事です。ちょっと読んでまいりましょう。日銀がマイナス金利政策を解除したら、いよいよ銀行の変動住宅ローン金利も上がるのか。昨年12月に日銀が金融政策を修正して以降、関心が高まっているポイントだろう。今の日銀は長期金利、過去10年もの国債利回り、と短期政策金利、過去日銀当座預金の一部金利の両方がを操作している。昨年の政策修正は、飛ばしまして、そうなれば短期政策金利の金利に左右されやすい変動型住宅ローン金利、これそうですね。皆さんこれで借りてるでしょう。住宅ローンを借りてる人は大体これなんですよ。変動型、ローンですね、の金利も上がるのではないかとの見方が出ているのも自然だ。今や新規の借り手の約9割、過去金額ベースは変動型を利用している、三菱 UFJ 銀行ですね。新たな借り入れの大半は変動金利、過去住信 SBI ネット銀行という声を聞くから、多くの利用者に関係する話になっている。これ控えめな数字でですね、7割ですね。変動を選んでる人の割合ですね。まあ多分おそらく9割ちゃうかなと僕は思いますけどね。まあ7割、8割、9割といろんな説がございますけど、まあまあ大半の人と言っていいでしょうね、は変動型を選んでるんですね。変動金利は本当に上がるのか。上がったら大変ですよ。皆さん、支払い増えるんですよ。メガバンクやネット銀行の担当者に話を聞いて回ったところ、すでにローンを借りている人はともかく、これから借りる人はその可能性に一応注意を払った方が良さそうなことが分かってきた。で、変動金利の説明をしてるんですけど、まあこれはですね、短期プライムレートに、まあ、連動しているという話になります。で、今回ですね、日銀総裁が変わります。遅くとも4月の8日には変わります。早ければ来月の18日に変わります。で、新総裁がですね、短期金利を上げるんちゃうかという観測があります。短期金利は今マイナス 0.1 ですね、確か一部ね。で、まあちょっとややこしいんですけど、0.1 か0か0プラ 0.1 なんですね。で、それが上がるとですね、皆さんの借りている住宅ローンの変動金利は上がるのかということになりますけど、上がります。まず頭に入れておくべき事実は、一般的なケースでは2016年2月のマイナス金利政策導入時に、短プラも基準金利も下がらなかった点だ。だからマイナス金利解除時に短プラも基準金利も上がらない可能性がある。ただ、上述した通り、一部ネット銀は基準金利が短プラ連動と言っていないので、状況は異なり得る。例えばソニー銀行はスワップ金利などを参考に基準金利を決めるという。基本的にね、住宅ローンの変動金利を何パーにするかは各金融機関の裁量なんですね。日銀がこれにせえと言うてるわけではないんです。日銀が決めているのは政策金利というものであって、日銀と銀行間の間でこう預金のやり取りをするときの金利なんですね。で、
住宅ローンの金利は、あの変動の金利はこの短プラという短期間に日銀と金融機関がやり取りする預金の金利で決まるんですね。で今はそれがですね一部まあマイナス 0.1 なんですね。であるいはゼロなわけですね。まあただマイナスになっているのはほんの少ししかありません。実際にはなんなん、ね、マイナス預金したら金取られてるのになんで日銀に預けんねんっていう話でしょ。だからあのやむを得ない預金の場合にしか発生していません、マイナス金利は。で、それは今ゼロとかマイナス1というふうに日銀がそれは決めてるんですね。それだって日銀が自分で払う額ですから決められるわけですね。ところが市中銀行、すなわちですね、メガバンクとかソニー銀行とか、ああいうネット銀行も含めて、市中銀行が皆さんに貸し出す変動金利、住宅ローンの変動金利はですね、自分で決められるわけです。ただ、これはですね、タンプラですね、日銀が決めるその銀行間の金利に多少というかかなり連動しているわけですね。で、新しく日銀総裁が変わるとですね、このタンプラの政策金利をマイナス 0.1 というのを、プラ 0.1 や、以上やというふうに変えるかもしれません。そうなったときに皆さんが借りている変動金利は上がるでしょうと。上がらないわけはないやんということですね。問題は優遇幅はマイナス、優遇幅というのは要は簡単には各銀行が勝手に決めている金利という意味ですね。マイナス金利政策の下で拡大し運用金利は低下傾向にあったことだ。裏返して言えばマイナス金利解除後に優遇幅縮小に伴い新たに借りる人の適用金利は上がる可能性もある。うん、もう当たり前やん、上がるでしょう。つまり今ね、最低で 0.2% 台と出てます。私が認識している限りにおいて。それが 0.4 とか 0.5 になる可能性があります。まあ大した幅じゃないですよ。コンマ以下の変動ですからね。複数の金融機関でこんな話を聞いた。マイナス金利の幕引きというイベントを機に、優遇幅を縮小し、適用金利を上げたいと考える銀行が出てきそうだ。競争環境を考慮すると簡単ではないだろうと。つまりね、変動金利でいくらで貸すかっていうのは各銀行は決められるんですね。ものすごい競争なんですよ、この住宅ローンの変動金利の競争というのはね、各銀行間で。だからあっちが 0.4 出しようと出たらこっちほんなら 0.399 やとかってやってきたわけですよ。とうとう 0.2 台までできたわけですよ。まあいろんな縛りをつけるんですよ、最初の1年とか2年とかね。まあそれでもですね、一瞬それで貸すことには違いがないわけなんですね。で、競争が出てきたから、日銀がですね、タンプラをちょっと上げてもですね、すぐにそれを変動金利に結びつけるのは難しいんちゃうかというのが今の証言ですね。以上の取材に基づけば、現時点で言えそうなことは以下の2点だ。第一に、仮にマイナス金利解除があっても多くの銀行で基準金利は変わりそうにないとの読みは現時点になります。仮にそうならすでに借りている人の適用金利は変わらないのが普通だ。ただし優遇幅は縮小されるかもしれないから新たに借りる人は適用金利の変化に注意を払った方がいい。つまりね、基本的にね、変動金利っていうのは今 1.5 ぐらいなんですよ。 1.5 ぐらいで、これに優遇金利というのをつけるわけですね。これは各銀行の裁量なんですよ。そこにドカーンと優遇して 0.3 とかですね、 0.4 とかになってるわけですね。それが変わるやろというのはこの記事です。第2に、すでに借りている人はマイナス金利の解除により、その後のゼロ金利政策の解除に関心を持った方が良さそうだ。市場金利に本格的な上昇圧力がかかれば、タンプラとともに基準金利も上がるかもしれないからだと。つまりもうすでに借りてて 1.5 ぐらいで払ってる人はですね、まあまあそのうち上がるかもしれんよということですね。まあちょっとややこしい話で恐縮なんですけども、こう段階別に行くということですね。日銀がタンプラを上げる、で銀行はお互い競争しながらどうしようかなって言いながら上げる。結局上がるんですよ、結局上がるんですよ。上がるとどうなるかというと、マンションの売り行きが悪くなる。売れ行きが悪くなると、そのうちマンションの価格自体が下がると、まあ、そういう構造でございまして、ただ今すぐにというわけではなさそうです。ただまあ分かりません、
新しいこのですね、植田さんという日銀総裁が世間の期待を裏切るのか、それに沿うのかということでございますね。期待通りであればしばらくは変わらない、裏切るのであればいきなり変わったりするということでもあります。この日経のですね、サイトを一応貼っておきますね。ややこしい話で恐縮ですが読んでみてください、興味のある方は。はい、皆さんどうもありがとうございました。